アルミホイールの一例アルコア製バストラック用単造アロイホイールアルミホイールは車輪の構成要素であるリム、スポーク、フランジのすべてまたは大部分をアルミニウム合金を用いて製造した自動車の部品である同様のものを英語ではアロイホイールと呼ばれており日本では輸入車のカタログにアロイホイールと記載されている場合もあるオートバイ用のものは マグネシウム合金などの他の素材も含めて、キャストホイールと呼ばれることもある。自動車冷明期からのホイール指構成材である鋼に変え、より非強度に優れるアルミニウム合金を多用することで、理論上構成と同強度で軽量に仕上げられる。これにより、回転完成重量とジャイロ効果、バネ下重量を低減し、加減速とソーダの反応、路面追従性が向上する。 しかし、アルミニウム合金は、鋼よりも、非強度が高いものの疲労限度がないことにより、応力を加え続ければ無限に、強度低下を起こす。このため長期間の運用を前提とする乗用車へ、適用する場合は、強度に相当な余裕を持って設計しなければならず、スチールホイールと比べて、重量による利点は思われているより小さい。 自動車メーカー純正のアルミホイールなどは安全率を大きくとっているためにスチールホイールより重いこともある。自動車メーカーがロードホイール素材にアルミニウム合金を用いる主な理由は鋳造製法による多様な造形の容易さである。このように短期間仕様で更新を前提とする競技用や一部の高価格対象品を除いて純正サイズでは 重量による利点は小さいが、径が大きくなるに従って、構成との重量差は次第に大きくなる。カー用品店頭では、アルミホイール全般に軽量化のメリットがあるように、歌っていることが多いが、インチアップしたホイールやタイヤの重量増のため、実際には重くなることが多いので、注意が必要である。他にも、素材の特性として、スチールホイールとの比較では腐食しにくい点や、 アルミニウムの熱伝導性の高さ、熱容量からブレーキの排熱を効果的に行えるメリットもある。同時にアルミホイールには車の外観をスタイリッシュに見せるという重要な役目もある。一方で、空力特性上からトヨタプリウス及びトヨタサイでは一部の仕様にアルミホイールにプラスチックの整流用ホイールカバーを付けている例もある。構造はワンピース、 2ピース、3ピースがあり、後者になるほど高価で、軽量になる。製法には中造と単造があり、単造の方が軽量で強度が優れるが、高価である。デザインは、軽量で、ブレーキの冷却に有利なスポークタイプ、平滑で、空力特性が優れるが、重くなる、ティッシュタイプの2社に対別される。過去オイルショックの時期は、 空力特性重視のディッシュタイプが流行し、その後の原油価格が安い時期は、パフォーマンス重視のスポークタイプが流行したが、今後原油価格が高騰するにつれて、ディッシュタイプが復活すると予想されている。表面処理には、切削加工塗装、塗装、メッキ処理の3種類がある。日本においては1966年に、演州蛍光菌が、初めて輸出用にアルミホイールの生産に成功した。 市販乗用車用のアルミホイールは主にドレスアップを目的として購入される製品である。同一車種でも回復休価格帯のグレードではスチールホイール、ホイールキャップが標準仕様となるものが上位グレードでは体型アルミホイール、ロープルファイルタイヤの組み合わせとなる場合も多い。標準仕様のほかディーラーオプションとしてデザインやサイズを変えて多数用意されることは 珍しくない。機能を重視するスポーツカーでの採用だけでなく、軽自動車をはじめ一般に広く普及しており、自動車用品店ではアフターマーケットパーツとして様々なデザインのものが数多く発売されている。かつてよりスポーツカーユーザー向けの軽量ホイールは存在していたが、近年では燃費性能の向上のため軽量ホイールを採用する車種が増えており、 アフターマーケットでは、ブリジストンのイーコフォームシリーズなど軽量化による、性能向上をうたうホイールも登場しているほか、冬季に融雪剤を散布する寒冷地、積雪地向けとして、特に耐腐食性に重きを置いているアルミホイールも存在する。一般的な自動車で、スチールホイールからアルミホイールに履き替える場合、自動車検査症状の用途が常用でない車両の場合、 車両総重量が 3500kg を超えるか、最大積載量が 500kg を超える貨物自動車等は、トラック及びバス用警報金製ディスクホイールの技術基準に適合したホイールが必要とされており、購入対象のアルミホイールが貨物自動車等に使用できるものかを確認する必要がある。それら以外の場合は、JWLT 国印のものが必要である。 平成26年2月の保安基準改正までは、貨物車等は一律、JWLT が必要であったが、蒸気の通り緩和された。大型自動車では、数トン単位の自重及び、積載重量を支えるタイヤ及びホイールも相対的に大きくなり、相当な重量となるため、軽量化のメリットが大きい。22.5インチのアルコア製単造アロイホイールの場合、 鉄製リング式ホイールに比べ、1輪あたりで約 14.27kg の軽量化となる。強度は約4倍で、スペアタイヤを含む11輪の軽量化は燃費を約3%向上させる。その他、ホイールバランスと新エンドにおいても、リング式ホイールに勝る。一般的な後ニ軸の大型貨物車に採用される295。 80R22.5 サイズのスチールホイールセット重量は1本あたり 100kg を超える場合があり、1台あたり約1トンがタイヤの重量である。このうちホイール重量は1本あたり約 40kg あり、これが同サイズのアルミホイールでは約 24kg となり、1台で 160kg 軽量化が可能となる。最大積載量や車両総重量。 および自動車重量税の決定上計量化は有利であり、また、レントゲン車や図書館車など特殊な用途の車両では運転免許上の制約を避けることができるケースもある。これらに加え、路面追従性の向上によるニ痛みの防止やエアサスペンションの性能向上、ブレーキ系統の冷却性能の向上、またタイヤ摩耗の延命にも期待が持てる。大型観光バスでは乗り心地、 車両尾管工場及び重量軽減の観点から採用されるが一般道しか走行しない路線バスやマイクロバスでは採用されるケースは少ない。また、軽量化のメリットがさほど大きくない最大積載量4トン級以下の普通小型貨物車ではアルミホイールが標準採用されるケースは少ないが最大積載量を可能な限り多く取りたい場合や 美術品輸送車等に採用される場合がある。なお、2010年発売の平成22年排出ガス、規制適合車種からホイールの規格が JIS から ISO に変更された。軽いホイールは全室のアルミホイールのメリット同様、軽量化によるバネした重量の低減によって、運動性能の向上、ハンドリング性能の向上、路面追従性の向上や、 燃費の改善等が一般に期待できるものの、反面サスペンションの動きが活発化することにより、サスペンションのバネ定数とダンピング特性を軽量ホイールに合わせて調整、または変更しない限り、乗り心地は悪化する場合がある。特に、エアボリュームの少ない低変平タイヤを装着した場合などに、細かな振動を過剰に拾って素早い上下動をするようになり、 サスペンションの動きが追いつかず乗り物よよまねく。ホイールの減衰特性が大きく変化した場合は、ロードノイズ、パターンノイズも伝わりやすくなるため、静粛性も悪化する。レース用などの長軽量ホイールでは、耐久性や強度が弱くなる点が挙げられる。よって、段差が多い一般路面には不向きとされる。近年、クロームメッキなどで極端に光を反射するように、 表面処理された一部のアルミホイールで太陽光が修練されて可燃物に照射されることで可燃物が発火し修練火災やぼやに至る事例が報告されており国民生活センターなどが凹面型のメッキホイールを履いた車両の周囲に新聞紙や可燃ゴミなどの可燃物を置かないように注意を呼びかけている。鋳造アルミホイールは溶かしたアルミニウム合金を型に入れて冷やし 成形する。炭造よりデザインの制約が少なく、形状設計時の自由度が高いことから、鋳造アルミホイールには、デザイン性の高いものが多い。その反面、十分な強度を保つために肉厚とする必要があり、スチールホイールと比較しても重量におけるメリットは少ない。一般的にオプション設定されるアルミホイールの多くは、鋳造が用いられている。また炭造に比べて、 価格も安い傾向にある。炭造アルミホイールはアルミニウム合金を炭造成形する。生産に手間を要するために効果であり、成形時のデザイン自由度に制限がある。しかし、鋳造に比べて強度が優れ軽量に作ることができるメリットがある。その高度ゆえに引っ張り強度には C が曲げ強度に弱いという側面も持つ。最近では合金材料や 製造技術が進歩し、コストも次第に低くなっており、一部の高級車や軽量化を徹底したハイブリッド車などでは、ライン装着にも採用されている。アルミニウム合金で製造されたセンターフランジとリムを、ステンレスワイヤースポークでバイアスに張り組みして形成される。軽量かつ高剛性だが、スポークの張力管理が煩わしいという欠点がある。かつては競技用車両や、スポーツカー、 GT カーに徴用されていた。しかし重量で遜色なく寿命は短いが手間があまり、かからないマグネシウム合金一体鋳造ホイールが実用化され、競技需要では1960年代後半に、スポーツカー、GT カーでは70年代にとって変わられた。ありがとうございます。